付き合ってほしいの。イルミネーションに照らされたまだ10代の君が言った一言。恋を知らなかった俺が恋に気づいた瞬間だった。いつからだろう、君が変わっていったのは。付き合ってほしいと言ったその唇で。私は高卒とは付き合えないから別れて。と言い放った。あれからもう10年の時が過ぎ、今目の前に大人になって、綺麗になった君が白衣を着て現れた。その唇は、今度は何を語るんだろう。俺の名前は福島達彦。大学で教授として働いている38歳だ。ある日、俺が大学の校内を歩いていると、ガツンと衝撃が走った。痛い。痛みは肋骨付近に広がり、俺は立ち上がることさえできずに、その場に倒れたままだった。すみません、大丈夫ですか？どうやら学生の自転車とぶつかったようで、その学生は慌てて声をかけてきた。痛みで返事さえできない俺。大変だ、救急車！学生が救急車を呼び、俺は地域で有名なマンモス病院に運ばれた。俺はある理由から、この病院に運ばれてほっとしていた。俺を見た医師が、福島さん、肋骨を骨折してますね。肋骨は手術ができないので、経過観察のため一日入院ですよ。と言った。入院か、とんだ災難だな、と俺は思っていた。だがこの入院が俺の未来を変えることになるとは、この時はまだ知らずにいた。翌日、福島さんは痛みがだいぶ強かったんで、痛みが和らぐまではコルセットを装着してくださいね。俺はコルセットを巻かれただけで退院することになった。入院費の精算のため収納窓口にいたとき、もしかして、達彦？と後ろから声をかけられた。その聞き覚えのある女性の声に少しの懐かしさと苦い思い出が蘇り、俺は複雑な思いでその声の方を振り返った。声の主はやはり俺が予想した通りの女性、川崎美和だった。美和は白衣を着た姿で、驚いて目を丸くして立っていた。俺の記憶の美和と照らし合わせるとさらに大人になり、美人度も上がっていて、思わず目を見張ってしまった。美和はそんな俺を一別し、私、ここの内科医になったの。高卒でも風邪ひくのかしら。と、蔑むような笑顔と目線でにやりと笑った。そんな美和に、なんでこんな嫌味を言うんだ、と内心腹立たしく感じたが、俺は何も言い返せなかった。俺と美和は高校時代の同級生で、お互い1年生の時から学年で常に成績がトップクラスだった。故に、お互いがお互いを認めるライバル同士だった。俺と美和は常に順位を争い、1位を取り合っていた。今度こそ負けないんだから。美和はいつも1位の座を取られると、そう言いながら自分を鼓舞していたようだ。勝率で言えば、俺がかろうじて勝っていたので悔しさもあったのだろう。そんな俺たちは2年進級時に、進学別にクラスを振り分けられたことで同じクラスとなった。医者の家系の美和は医学部を目指し、俺は工学部進学を希望と学部は違うが、同じ理系クラスで共に学んだ。相変わらずライバル同士の2人だったが、夏休みに図書館で偶然出会ったことからその関係が変わり始めた。俺の家は母子家庭で、父親は俺が幼い頃に病気で他界していた。俺は女手一つで育ててくれている母に苦労をかけないために、塾には通わず一人で毎日勉強していた。俺は通っている私立高校の特待生制度を利用し、学費も全額免除だった。達彦、クーラーつけてもいいのよ。扇風機をつけてる俺に母が言った。ありがとう。図書館の方が落ち着くから図書館に行ってくるよ。そう言って夏休みの間は、冷房などの電気代を浮かせるために、クーラーの効いた図書館で勉強しながら一日を過ごしていた。静まり返った図書館には、俺がページをめくる音と書く音だけしか聞こえなかった。数時間経ったその時、俺の方にコツコツと近づく足音が聞こえた。誰だ？そう思って足音の方を向くと、そこに現れたのは美和だった。福島くん、ここでお勉強？小声で美和が聞いてきた。ああ、川崎さんは？私は自動車を借りに来たのよ。自動車？うん、私の家は総合病院なんだ。その中に小児科があって、入院する子供たちのために、
定期的に借りに来てるのよ。美和が顔を隠しながらその理由を話した。俺は普段クールな美和の意外な一面を垣間見たような気がした。ライバルとして競ってきたが、俺は美和のことを何も知らないんだと改めて感じた。とは言っても、子供の頃からね、医者になるって勉強してきたから、児童書のことはあまりわからないのよ。美和は苦笑いしながら俺に言った。俺は小さな頃から本が大好きで、母に金銭的な負担をかけないように図書館の本を利用していた。なら、これなんかいいよ。そう言って自分のお気に入りでおすすめの児童書を何冊も美和に推薦した。ありがとう、福島くん。美和は晴れやかな顔で俺から本を受け取った。この時、俺の親切が嬉しかったと美和は後に言っていた。それから夏休みの間、何度か図書館で美和と会う回数が増えていき、俺は美和と親しくなっていった。美和と幾度か同じ時間を共有した夏休みも終わり、学校に通う日常が戻ってきた。さて、今日から自習室で勉強するか。俺の学校には自習室があり、土日も空いているので、図書館に通わないでそこで勉強することにした。川崎さんは、今日も図書館に行ってるのかな？日曜日になるとふとそんなことを考えていた。だが、別に約束したわけでもないしな、とそんな思いを振り払って勉強を続けた。そんな日が続いたある日、学校で美和に呼び止められた。福島くん！ん？最近図書館で見かけないんだけど、行かないの？あ、俺、自習室が空いてるからそっちで勉強しているよ。そうなんだ。全然会えないからどうしたのかと思ってたけど、そういうことだったんだね。うん。福島くん、お願いがあるんだけど。ん？あなたが選んでくれる児童書、子供たちが喜んで読んでるんだ。私、どれを選んだらいいかまだわからないから、今度の日曜日、図書館で選ぶのを手伝ってほしいんだ。うん、いいよ。よかった。午前中でも大丈夫？大丈夫だよ。俺は美和と図書館に行く約束をした。また美和に会えると思うとなんだか嬉しかった。日曜日が来て俺は図書館の前で美和と待ち合わせをした。俺が待っていると少し遅れて美和が来た。なんだか元気がなく沈んだ顔をしていた。俺は驚きのあまり、川崎さん、元気がないようだけど体調でも悪い？大丈夫？と聞いた。福島くん。その声は震えていて、美和の目には涙が溢れていた。それ以上言葉にならず美和は泣き出してしまった。川崎さん。俺はどうしたらいいか、おろおろするばかりで、ただ背中をさすって慰めることに徹した。どれくらいの時間が過ぎたろうか、ひとしきり泣いた美和が真っ赤な目をして。ごめんね、福島くん。いきなり泣いたりなんかしてびっくりしたよね。うん、どうしたのかなって思ったよ。少しすると、遠い目をしながら美和が語り出した。私には一つ年下の弟がいるんだ。弟はとても優秀でね、私が行きたかった進学校に通ってるんだ。私ね、その進学校を受験して落ちてるんだよ。いつもそんな弟と小さい頃から比べられてね。私は弟に劣等感を持ち始めて、負けないように人一倍一生懸命勉強してたんだけど、一緒に通ってる塾のテストで弟に抜かれてしまったの。塾は能力別でクラス編成してるんだけど、弟は優秀なもんだから、私と同じクラスなんだ。今まで姉だから弟に抜かれたくないって、そのプライドだけで頑張ってきたんだけどね。美和はため息をつきまた話し始めた。私の家、総合病院だって前に話したと思うけど、私は幼い頃から、病院を継ぐのは長女である私なんだって頑張ってたんだよね。でも、両親は私には見向きもしないで、優秀な弟こそが未来の院長だと褒めちぎるんだよね。私、それが悔しくて悔しくて、どうにもならなくて泣いてしまったんだ。そうだったんだ。兄弟がいない俺、ましてや母子家庭で、継ぐ家や家業さえない俺には、住む世界が違いすぎて、どうやって励ましたらいいのかわからなかった。だが、年下の弟に学力で抜かれたという美和の悔しい気持ちはとても理解できた。川崎さん、よかったら俺と一緒に勉強しない？え？一人で勉強してると行き詰まる時があると思うけど、
二人ならわからないところとか教え合ったりできると思うんだ。いい考えだと思わない？うん、そうだね。ありがとう、福島くん。ミワはまだ赤い目をしていたが、そう言ってニコリと笑ってくれた。ミワはどれだけ今まで悔しい思いをしてきたのだろう。だがその悔しさをバネにして、いつも頑張ってきたんだなと俺は思った。一緒に勉強することで、俺は少しでもミワの役に立ちたいと思った。そう、これからはミワは一人じゃないんだ。ミワは毎日塾に通っているため、塾のない土日の午前中だけ、俺たちは図書館で勉強することにした。もともと同じ学校の学年トップを争う、俺とミワは学力も同じくらいだった。福島くん、これどう解けばいいんだっけ？ああ、これはこの方程式を利用して、こうじゃない？あ、そうか。お互いがわからないところを教え合うことで、かなり勉強を進めることができた。福島くん、私が行ってる塾のテキスト見る？俺は塾に通ってないから、ミワの申し出は嬉しかった。そしてそれがプラスに働き、二人が力を合わせれば解けない問題などないくらいになった。とはいえ、時々二人でわからない事態に直面してしまうこともある。だがここは図書館。答えを導いてくれる本がすぐそばにある。あった！これじゃない？そうだね。本も二人で探せばすぐ見つかるし、勉強も一人でするよりはるかに効率が良かった。いつものように図書館で待ち合わせをしていると、福島くん！満面の笑みで美和が俺の元に走り寄ってきた。やったよ、福島くん。私テストの点数で弟に勝ったんだよ。嬉しそうに美和が俺に言った。よかった。頑張った甲斐があったね。うん、福島くんのおかげだよ。いや、川崎さんが努力したからだよ。俺は照れ隠しでそう言った。うん、半分は福島くん。もう半分は私の努力ってことで。そう言って俺の方を見て笑うミワ。ミワに笑顔が戻って心から良かったと思えた。できるならもう泣き顔は見たくないなと思った。ミワと一緒に勉強するようになって4ヶ月経とうとしていた。街はクリスマス一色の装いになっていた。ねえ、福島くん、もうすぐクリスマスだよね。よかったら一緒にイルミネーションを見に行かない？そうだね。たまの息抜きにはいいよね。俺がそう言うと、ミワはゴニョゴニョと何か言っていたが、え、何か言った？と俺が聞くと、なんでもない、約束だよ。じゃあまたね。そう言って、スキップでも踏んでるかのように、軽やかな足取りで帰っていった。もう、福島くんったら、女心わかってないんだから。ゴニョゴニョの中身はそんなことだったと、後にミワから聞かされた。クリスマス当日、俺たちは駅前のイルミネーションを見に行った。ここのイルミネーションは有名で、毎年多くの人で賑わっている。綺麗ね。うん。少し二人でイルミネーションを見ていた。福島くん。突然ミワが俺を呼んだ。うん。私と付き合ってほしいの。イルミネーションの光がミワの顔を照らした。綺麗だな。俺はミワを見てそう思った。俺は図書館で話すうち、頑張り屋で負けず嫌いのミワがずっと気になっていた。その思いは会うたび強くなっていた。だが、恋を知らない俺にとって、それが何の感情なのか気づけずにいた。だが、今はそれがわかる。俺はミワを好きになっていたんだ。川崎さん、俺でよければ。うん。そして、俺たちは付き合い始めた。俺たちは3年生となり、ここからは受験一色の毎日になっていった。俺とミワはそれでも土日に図書館での勉強会というデートを積み重ね、より仲を深めていった。母さん、俺付き合ってる子がいるんだ。まあ、ほんと？達彦に彼女ができたんだ。お母さん会ってみたいから今度連れてきて。母は俺に彼女ができたことを喜んでくれた。お父さん、お母さん、私付き合ってる人がいるの。そう。受験に支障がないようにしなさいよ。そんなことを言うんだ。私がどんな人と付き合おうが関係ないんだ。ミワは自分に対して無関心な両親に腹が立ったと言っていた。まあ、いらっしゃい。達彦にもったいない綺麗な子ね。そう言って、俺の母はミワに会ってくれた。だが、ミワの両親には会うことはなかった。もうすぐクリスマスだね。今年もイルミネーション見に行こうよ。付き合い始めて1年。
俺たちはあの思い出のイルミネーションの前まで来ていた。まさかその思い出の場所で思いがけない出来事を知らされることになろうとは夢にも思っていなかった。あの駅前でイルミネーションを見ていたその時、俺の携帯に見知らぬ電話番号から着信があった。知らない番号だったが、呼び出し音がいつまでも鳴っていて、ちょっと電話に出てみるよ。そう言って電話に出た。そちらは福島達彦様ですね。はい、そうですが、お母様の福島ゆき様が事故に遭われて、私どもの病院に運ばれました。至急いらしてください。俺は病院の名前と場所を聞き、すぐさまその救急病院に美和と一緒に駆けつけた。お母様はこちらです。俺は母の元へと急いだ。母さん、母さん。呼んでも返事することはなかった。その後医師から、ご臨終です、と告げられた。母さん、嘘だろ。なんとか言ってよ。母さん。達彦。美和は俺の肩に手をそっと置いた。俺は今の状況が飲み込めず、ただただ呆然としていた。嘘だよな。そう何度も繰り返す俺の背中をさすって、美和が俺を支えてくれた。美和、ここにいたのね。その声の主は美和の母親だった。その後ろには父親もいた。この時俺は二人に初めて会った。この度はご愁傷様でした。そう丁寧にお辞儀しながら言われた。俺は何も言えず、ただ頭を下げることしかできなかった。美和、帰るわよ。その時、美和の母親が美和に冷たく言い放った。でも、達彦が。これから福島くんはお母様の葬儀で忙しくなるのよ。あなたがいたって足手まといになるだけよ。でも、福島くん、私どもはこれで失礼させていただきます。お力を落とされないように。そう言って半ば強引に美和を連れて帰って行った。仕方ないよな。そう思いつつも、美和にそばにいて欲しかったなと思った。母が目を覚まさない現実をどう受け止めたらいいのか俺にはわからなかった。その後駆けつけてきた叔父とおばが、達彦、大変だったね。そう声をかけてくれた。俺は母の亡骸を少しの間、叔父とおばに任せ、警察や病院関係者とあらゆる手続きを済ませた。俺が手続きに追われている間に、叔父とおばは葬儀社に連絡をしてくれた。正直、俺はどうしていいかわからなかったので、叔父とおばには感謝しかなかった。霊柩車に母を乗せ、俺は一緒に乗り込んで自宅まで行った。後から叔父とおばも来てくれて、いろいろな段取りをしてくれた。母の葬儀は慌ただしく進み、母との別れを惜しむことさえままならないまま、気がつくと母のお骨を抱いたまま、俺は家にいた。家にはいつも笑っていた母の姿はもうない。母さん、なんで言ってしまったんだよ。後から溢れ出る涙。俺は母が亡くなってから初めて声を出して泣いた。しばらくはまだ現実を受け入れられなかった。達彦、ただいま。そう言って母が帰ってくるのではないか。今までのことは夢ではないのか。そんな思いの繰り返しだった。だが、これからのことを考えなくてはいけない現実がそこにあった。俺は気を取り直して久しぶりに高校へと向かった。担任の及川司にどうしても伝えたいことがあった。先生、ちょっと話したいことがあるんで、今から学校に行っていいですか？担任の及川司には事前に連絡をしていたため、職員室で待ってくれていた。もう冬休みに入っていたため、生徒もいなく閑散としていた。先生、この度は葬儀に参列していただいてありがとうございました。福島、大変だったな。及川先生は心配そうに俺を見た。先生、俺は大学進学を諦めます。福島、お前の成績なら大学に進学した方がいいぞ。及川先生はそう言ったが、残された遺産と奨学金のことを考えたら、生活費を稼ぎながらとなると、大学で4年間なんて難しいです。俺はその状態で勉強ができると思えなかった。そうか、わかった。及川先生はそれ以上何も言わなかった。俺は美和にもこのことを伝えなければと思っていた。美和はそれまで何度か心配して電話してくれた。美和の電話は沈んでた俺の気持ちを明るくしてくれた。
今年の終わりがそこまで来ていたとき、美和、話したいことがあるんだ。そう言って美和を呼び出した。辰彦、話って何？俺、大学には進学しないことにしたよ。いろいろ考えたけど、生活費を稼ぎながら大学で勉強するのは難しいと思ったんだ。美和は黙って聞いていたが、俺が話し終えると。そう。と一言つぶやくように言った。大学に進学しないんだね。俺を憐れむように美和が言った。そして俺の方をしっかりと向き。私さ、学歴が高卒の人は無理なのよね。だから別れましょ。クールな美和がそこにいて、俺を突き放すように言った。美和。俺は驚きを隠せなかった。街のイルミネーションに照らされた美和が、俺の知らない美和に思えた。だが、確かに将来大病院を継ぐために努力を怠らない美和には、高卒の彼氏なんて耐えられないだろうな。と、無理やり自分を納得させるしかなかった。わかった。川崎さん、受験頑張って。うん。福島くんもこれから大変だろうけど、頑張って。俺と美和は決して交わることのない人生を歩んでいくことになった。だが、人生なんて何が起きるかわからない。俺は後に回り始めた歯車が美和につながっていくとはこの時予想だにしなかったのである。年が明けると授業もなく受験もしない俺は高校に通わず就職先を探した。福島、この会社はどうだ？この会社は小さな町工場だが、社長が面倒見のいい人でな。お前も働きやすいと思うぞ。及川先生は俺により良い仕事先を提案してくれて、親身になって協力してくれた。俺は及川先生が推薦する町工場の面接を受けた。福島達彦くんね。社長自ら面接をしてくれて、採用だよ。俺は無事に就職先を決めることができた。早いものでもう卒業式となっていた。俺が美和と最後に会ったのはこの卒業式だった。俺は美和が志望校には受かったのか気になっていたが、美和は一切俺と目を合わせなかったので話すことは叶わなかった。美和と別れた俺だが、確かに心を通わせていた。あの図書館で。別々な道を歩むしかないが、美和が叶えたい夢に一歩近づけるようにと、ただ願い、俺は美和への思いを封印した。突然の再会に、俺の脳裏には美和との思い出が走馬灯のように蘇る。その思い出に引きずられて無言でいると。ちょっと、何か言いなさいよ。と、じれたように声を荒げる美和。ああ、俺ちょっと怪我してここに来たんだ。と、俺が説明しようとすると。バカは風邪ひかずに怪我するんだね。と、また詐欺すむように美和が言った。いくら高卒は嫌だと振られたとはいえ、ここまで嫌味な性格だったろうか。と、そんな美和に違和感を覚えた。俺が知っている美和はこんな女性ではない。現実と思い出が交錯していた。あなた、彼のことを知らないの？美和の背後から俺の見知った顔が近づいてきた。その顔は美和への嫌悪感をにじませ、その声にはトゲがあるかのようだった。福島先生！美和は驚いた声を上げた。このマンモス病院で外科医を務める福島さつきは、俺をかばうように美和の前に立ちはだかった。俺がこの病院に運ばれてほっとしたのは、この福島さつきがこの病院にいるからだった。さつきは、あなた、辰彦は大学工学部の教授よ。高卒だとか何言ってんの？と、俺の今の身分を美和に告げた。やめろよ、さつき。と、俺はさつきに言った。ふと美和の方に視線をやると、目を見開き驚いて声も出せない様子だった。美和はさつきと俺を交互に見ながら。え？大学教授って、本当なの？と、震える声で聞いてきた。ああ、本当だよ。と、俺は名刺を取り出して美和に渡した。その名刺を見るなりまた驚いていた。美和はきっと就職した俺がどうして大学教授になれたか不思議だったんだろう。それは、及川先生が推薦して就職した町工場の社長の一言があったからだ。福島くん、及川先生に聞いたよ。君はご家庭の事情で大学進学を諦めたんだってね。はい。大学に行きたいという気持ちはまだ残っているのかね。はい。そんな俺に社長はうなずき、ある提案をしてくれた。福島くん、俺も工場で働いているが、大学に行きたくてな。
行ける大学を探したんだよ。そしたら夜学の大学があると知ってな。俺はそこに通いながらここで働いてきたんだよ。君が大学に通いたいと言うなら、俺のように夜学に通いながら働くこともできるんだよ。社長。俺は社長の申し出が嬉しかった。諦めてしまった夢がまた開いていく瞬間でもあった。俺は社長の好意に甘え、大学の夜間部に通った。大丈夫だよ。俺にもできたんだから、福島くんにもできるよ。頑張ってみよう。社長はそう言って、俺を応援してくれた。何かに悩むと真っ先に社長に相談した。社長は俺を励まし、より良い方向に導いてくれた。病気で父親を亡くした俺にとって社長は父親のような存在でもあった。俺は昼間は工場で、夜は大学でと二足のわらじを履くこととなった。俺は行きたかった工学部の大学に行けてるという喜びから、いろいろなことを吸収しようと日々勉強に明け暮れた。その勉強の成果を見ていた教授に、福島くん、君のその能力には目を見張るものがある。君さえよかったら、俺の研究室に来ないか?と誘われた。俺はその申し出を受けて、社会人ドクターとして、会社と大学両方に席を置き、研究に励んでいった。その結果、今では大学教授にまで上り詰めたのだった。達彦、支払い済んだわよ。と、さつきに声をかけられ、促されるまま俺は病院を後にした。ドアから出る時も、美和は何とも言えない表情で、俺とさつきを見ていることに気がついたが、それ以上何も言えず、俺はその場から立ち去った。あの時の俺は、美和の目にどう映っていたんだろう。肋骨の骨折は厄介で、俺は数日間の自宅療養を余儀なくされた。大学に復帰することはできたが、相変わらず肋骨は痛かった。まだ痛むな。いつになれば良くなるんだか。思わずため息をついていた。コルセットのおかげか動けないという状態にはならずに済んだ。俺が大学に復帰したのを知ると、一人の大学生が俺に近づいてきた。福島先生、あの時はすみませんでした。俺に自転車をぶつけた大学生だった。校内を走るときは注意しろよ。俺はそう言って大学生を許した。さて、久々だな。俺は大学の研究室のドアを開けた。教授、大丈夫ですか?准教授の岡田葵が俺に聞いてきた。まあ、まだ完全ではないがな。無理しないでくださいよ。だが、どうしても気になってな。教授は本当に研究熱心ですね。岡田が俺を茶化したように言った。研究室で仕事をしているとスマホに着信があった。誰だ?そう思いスマホを見るとそこには、美和の表示があった。俺は美和の電話番号を消せずにいた。あんな形で別れたが、俺の中に泣き出した美和の顔がいつまでも焼きついて離れなかったからだ。俺は驚きながらも電話に出た。はい。よかった。番号変わってなかったのね。と、美和の声が聞こえてきた。達彦、会って話したいの。意外な申し出に戸惑ったが俺は、わかった、と言って承諾した。数日後、俺たちが待ち合わせたのは、あの思い出の図書館だった。図書館の中では話せないので、併設されたカフェに二人で入った。席に座るや否や。ごめんなさい。と美和が謝ってきた。達彦と久しぶりに会ったのに、私ひどいことを言ってしまったね。その顔は後悔に滲んでいた。俺はその顔を見て、ああ、昔の美和だとなぜかほっとした。別に気にしてないよ。そう、でも驚いたわ。まさかあなたに再会できるなんて思わなくて。まあ、俺もびっくりしたけどな。就職したって聞いていたから、まさか大学教授になっているなんて思ってなかったから。ま、普通はそう思うよな。どうして大学教授になれたの?俺が就職したのは町工場だったんだが、その社長が夜学に通いながら仕事をしてた人だったんだ。ある時、社長にそのことを聞かされて、俺も働きながら夜学に通い始めたんだ。その中で、教授に研究室への誘いを受けて、社会人ドクターとして研究に励んだんだ。その結果が今なんだ。達彦。苦労したんだね。美和はふうと大きなため息をついた。そして今度は自分のことを話し出した。家の病院、結局弟が継いだんだ。
だから私はあの病院に転職したのよ。私ね、あなたと別れてから第一志望の医学部に落ちて、かろうじて第二志望には受かったから、その医学部に進んだのよ。美和の表情はだんだんと曇り、その声は悲しげだった。でも、すごいじゃないか。第二志望とはいえ、現役で受かるなんてなかなかできないよ。達彦。美和は悲しそうな顔をしていた。結局弟は私の第一志望の大学にストレートで受かって、私はまた弟に負けたのよ。私は最後まで弟には勝てなかったわ。弟は優秀な外科医で、私はどこにでもいる内科医。当然両親は病院を弟に継がせたのよ。両親は私に弟と協力して病院を盛り立てていきなさいと言ったわ。でも私はどうしてもそれができなくて、今の病院に転職したのよ。俺はかける言葉を見つけられなかった。弟に負けて悔しくて泣いた美和。テストで弟に勝って嬉しくて笑った美和。すべて俺は覚えているから、どれだけの思いを抱えているのか計り知れなくて、どんな言葉をかけても安っぽく感じていた。私ね、どうしても叶えたい夢があった。そのためにはあなたとの別れが前提だったの。両親がね、お母様を亡くされて天涯孤独になったあなたじゃ、どうせ大学になんて行けないだろ。高卒と付き合ったってお前にこれっぽっちもいいことなんてないんだよ。お前が将来うちの病院を継ぐつもりなら、そんな高卒との付き合いなんてやめてしまえって言ったのよ。私が叶えたかった夢を両親はちらつかせてね。美和。私は夢のためにあなたへの思いを断ち切ろうと、あんなひどい言い方までしてあなたと別れたのに、あなたを傷つけた報いね。結局は弟が病院を継ぎ、私の夢は破れたわ。自業自得よね。美和はそう言って苦笑いをした。なんかね、いろいろ鬱憤が溜まっててね。あなたの顔を見たら、なんだか当時のことが蘇ってきたのよ。あなたが悪いわけじゃないのに、顔を見たら、あんな風にあなたを馬鹿にする言い方をしてしまったの。単なる八つ当たりだよね。ごめんね。やっぱりなと、俺は美和の説明を聞いて納得した。俺はどこかで美和に違和感を感じていた。どこかで美和が言うはずがない、本心ではないんだと思っている自分がいた。もう、過ぎたことだ。気にしなくていいんだよ。と俺は美和に言った。ずっとずっと美和は気にしていたんだろう。ほっとした表情を見せ。ありがとう。私もなんだか重い荷物を下ろせた気分よ。福島先生とお幸せにね。と言って美和は立ち上がった。え？ちょっと待って。なんでさつきが出てくるんだ？と驚く俺に。え？名字同じだし、名前で呼び合ってて夫婦なんじゃないの？と美和は首をかしげて言った。ちょ、待って。あいつは違うよ。違うって？さつきは父方のいとこで、あいつにはちゃんと旦那さんと子供がいるんだよ。いとこ？そうだよ。俺は独身だ。さつきは仕事柄面倒だって旧姓を名乗ってるんだ。俺は怪我をした時、いとこがいる病院に運ばれたってほっとしたんだ。俺は必死に説明してなんとかその場を取り繕った。必死の俺の形相に目を丸くしながら。え、まだ独身なの？恋人は？と美和が聞いてきた。恋人？俺、美和が最初で最後の恋人なんだ。顔から火が吹き出しそうだった。美和もその言葉に真っ赤に顔が染まっていた。美和は恋人は？いないわ。達彦はあんな形で振っておいて、他に誰かと付き合うなんてできなかった。自分だけ幸せになるなんて、そんな資格ないと思って。目にはキラリと光るものがあった。もう美和の涙は見たくないと思った。なあ美和、俺たちもう一度友達からやり直さないか？俺の提案に少しハッとしていたが。うん、図書館デートから始めましょう。美和はそう言って微笑んでいた。どうしても忘れることができなかった美和。俺は痛い思いをしたが、ようやく美和にたどり着いた。俺たちは何度かデートを繰り返し、友達の関係から恋人になっていった。そしてお互いがなくてはならない存在となり、数年後結婚した。美和は内科医として、あの病院で手腕を振るい、今は内科部長という肩書きを手に入れた。俺は大学の教授として、研究に没頭する毎日だ。時々美和が差し入れを持ってやってくる。待ってましたとばかりに、准教授の岡田が頬張る。
さすが美人の奥様の作る料理はうまいですね。知ってますか？大学で教授と奥様はおしどり夫婦と呼ばれてるんですよ。岡田くん、食べるか喋るかどっちかにしてください。またまた教授照れちゃって。岡田は俺をちょくりながら食べ終わると、では俺ちょっと出かけてきます。そう言って二人にしてくれた。俺とミワは顔を合わせて二人で笑った。俺たちは長い時間を経てお互いにたどり着いた。その時間を埋めるべく、今は一緒にいる時間を積極的に作っていた。俺たちには来年新しい家族が増える予定だ。俺は仏前にお茶を供えながら、父さん、母さん、ミワと生まれてくる子供を守ってくれよ、と天国にいる両親に手を合わせてお願いする毎日だ。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。